皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていけたらなと思います。本日、ゲストに来ていただいておりますもちじちゃんでございます。本日よろしくお願いいたします。はい、今回ね紹介していただくにあたってもちじちゃんにも衣装を着ていただいております。前にもね映ってる通り仮面ライダー01も関わってる商品ですので、今回は何の衣装で着ていただいたんでしょうか。アズです。アズですね。そうですね、髪の毛ね長い方の、アルトについてる頃のアズをやっていただきました。今回もねアーク関連ではないのですが、まあでも一応ね01関係ということでありがとうございます。ということで、一緒に紹介していけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、今回紹介させていただくのは本日7月11日月曜日、発売となります仮面ライダーの食玩シリーズフィギュアでありますね、衝動シリーズの、新たに第1弾として始まる、新シリーズ、これをね紹介していきたいなと思います。その名も、衝動 WX でございます。衝動はね、X シリーズが今まで、続いておりましたが、改めてねこの時代ですので原材料の高騰だったりとかそういうのもあったりしつつ、でも、それで値段を上げるんじゃなくてクオリティも一気に上げてしまおうということでね、衝動シリーズ稼働だったり、造形面だったりがパワーアップしたということで、さらにタイトルも X がプラスされて WX になったということなんですよね。ということでね、この WX どんな風にパワーアップしたのかっていうのをね紹介していけたらなと思います。ということで、まず一つずつラインナップ紹介していきたいなと思います。まず1番は、昭和からです。仮面ライダーブラック、こちらの方、衝動 WX 第1弾の第1番で商品化となりました。今までね、この衝動シリーズでは仮面ライダーブラックは初代のバーサスシリーズ、そして、衝動 X シリーズでね2回もうすでに、商品化されています。で今回、新たに WX でもさらに商品化されたということで、非常にね仮面ライダーブラック人気のある仮面ライダーでございます。もちっちゃんはもちろん私もね生まれてないので、それ世代ではないのですが、オールライダー系ではねよく見てくれてるかなと思います。私はねブラックすごく大好きなライダーなんで、またねもちっちゃんとしては今後関わりがあるとしたら仮面ライダーブラックさんがね、はい、Amazon プライムで公開されるので、それにね元になったライダーということで、はい、今回ね仮面ライダーブラックがラインナップされたということで、パッケージもじいちゃんさんこう見てみてどうですか。今までのやつもちょっと知ってるかもしれませんが、かっこよく洗練されたかっこよくなってますね。そうなんです、その通りです。ね今までだとこう英語が多分載ってなかったと思うんですよ、こういう風に。改めて新シリーズを始めるにしてね、今まで手に取りにくかった人が、あ、新しい食玩シリーズなんだって手に取りやすいようにね変わってるんじゃないかなと個人的に思いました。なんて言うんでしょう、この横に英語のある感じってこうざっくり言っちゃうとフィギュアーズだった、そういうのもね意識してるのかななんて思ったりもしました。それに似合うクオリティなんじゃないかなっていうのも楽しみにしているんですが、箱もねちょっと細くなったんですよね。 X シリーズはもうちょっと太かったですよね。それがねもうちょっと厚みが細くなって、フィギュアがしっかり、一体入ってるっていうのが分かりやすいような構図になっております。代表してブラック箱をざっくり紹介していくと、上はこのように、分かるようにラインナップね、仮面ライダーブラックと書いております。横にはこういう風にラインナップが一覧、これは、後々紹介していきます。反対側は説明書き、後ろはこのようにサンプルポージング映っております。ブラックのね代表的なポーズをしっかりしてくれていますね。ブラック、セット内容は、フィギュア一式、そして、ガムソーダ味が入っております。下もね原産国だったりように書いていて、後ろも説明書きとなっております。ということで、今回の箱で非常にね今までに比べてシンプルにもなっております。楽しみでございます。ということで、1番のブラック、以上でございます。続いて、一気に2番のブラック RX 見ていきたいと思います。そうです、仮面ライダーブラックのね次の、仮面ライダーブラック RX でございます。ブラックがね、進化して RX になったということなんで、こちらも商品化でございます。非常に人気の高いライダーですね。もちじちゃん的にはドライブの時ですかね、仮面ライダー 3号で南高太郎が本人出演したんで、まあ、知らないというわけではないかなと思うんですが、そこでも接点のある、RX でございます。 RX もね、パッケージ非常にかっこいいです。フィギュアっぽいねデザインになっておりますので、上はこのようになっていて、後ろもねこのようになっております。非常にかっこいいです。さあ続きまして、いきましょう。3番、こちらからは私の世代でございます。私の世代というか全部好きなんですけどね、いきましょう。仮面ライダークーガマイティフォーム、こちらも、平成代表で、
参戦となりました。今までね、クーガの方も衝動 VS 一番最初の時代で商品化されていますが、 X では一度も商品化されていませんということで、非常にクオリティがガンと上がっているのではないでしょうか。非常に気になる一品でもございます。まずね、パッケージの方はサムズアップしているかっこいいポーズです。上はこのようになっていて、反対もこのようにサンプルポージングしっかり写っております。続きまして4番いきましょう。4番は仮面ライダークーガライジングマイティ、こちらも商品化でございます。衝動シリーズ、こちら意外とね初商品化となります。そうなんですよ、意外とねマイティフォームと色が近いんで、まあ色違いで出せるんじゃないってちょっと思ったりもするじゃないですか。意外と衝動シリーズ1回も商品化されてなかったんですよ。このね黒いアメイジングマイティは、バーサス時代商品化されているんですが、まあまあこのライジングマイティ意外と初ということで、嬉しい。そうなんですよ。で、同スケールとまではいかないですが、非常にサイズ感の近いあのソードシリーズあるじゃないですか、うん、でソードシリーズもクーが出てましたよね、はい、そのねソードシリーズのこのライジングマイティっていうのは非常に購入する難易度が高くて、なんとプレ版限定だったんです、ということは食玩のこのスケールのフィギュアでライジングマイティの稼働フィギュアが今手に入る、一般販売で手に入るのはこの衝動だけなんですよ。だからめちゃめちゃ、そうなんです、めちゃめちゃレアなんですよ。だから非常にね、衝動ファンの方も狙ってる方多いんじゃないかなと思うレアな一品でございます。ライジングマイティ、正面このようになっていて、上はこのようになっております。そして反対もサンプルポージングがしっかり写っております。後半戦はもちろんのこと、令和ライダー代表で仮面ライダー01、まさかのラインナップでございます。そうなんですよ、やっぱり、現行ライダー、まあ、騒動が始まってから出てるシリーズっていうのはなんて言ったらいいんでしょうか、あの騒動がね基本的に、作っているんで、衝動ではなかなか商品化されないんじゃないかなっていうふうに、かぶったりしたらねやっぱりいけないんで、それないと思ってたんですけど、まさかの01商品化でございます。やっぱり01ね人気高いんでね、この辺はね、かなり早いペースでアンケートでも多かったみたいなんでね、ゼロワンって、うん、そうなんですよ、しっかり商品化されました。やっぱりこのゼロワンに関してはね、騒動より衝動の方が強いんじゃないかなと思うところがあって、やっぱり騒動ってこう組み合わせることでちょっと体が大きくなったりするじゃないですか。けどね、衝動ってスタイルを優先して作ってくれてるシリーズなんで、このゼロワンのこのかっこいいスタイリング、かなりスタイリッシュじゃないですか。このスタイリングをうまく表現できるのはこの衝動なんじゃないかなと思ってたんで、非常に楽しみな一品でございます。ということでゼロはね、ライジングホッパー、正面このようになっていて、上はこのようになっております。反対もかっこいいサンプルポージング、あ、キックしてますね、こちらも映っております。さあ続きましてでございますよ、6番、そうです、ゼロワンメタルクラスターホッパー、こちら商品化でございます。すごいですね、メタルクラスホッパー、まさかの、このね衝動新シリーズで一気に大抜擢ということで、ゼロワンの中でも非常に人気の高い、フォームですね、このメタルクラスホッパー、フィギュア使えなかった方も、衝動ね買えなかった方も非常に嬉しくなる一品なんじゃないかなと思っております。ということで正面このように映っていて、上はこのようになっております。反対もサンプルポージングがしっかり映ってくれています。そしてね、最後、ショートシリーズではね、よく見かけますこちらのラインナップでございます。拡張パーツセット、最後7番ラインナップされました、拡張パーツセットというのは、基本的にこのライダーたち一箱で、ソードと違って一箱で完成しますよね。なんで、武器だったりそういう部分に関してはなかなか付属させられないと、この価格ではということなんで、というところで、この拡張パーツセットには、01の武器だったり RX の武器だったり、そしてメタルクラスターホッパーの武器だったり、そういう部分がしっかり入ってくれてるセットでございます。やっぱりね、武器があった方が楽しめるので、01を買った方だったり、RX 買った方だったり、そういう部分に関しては絶対購入するのをおすすめする一品ですね。上はこのようになっていて、後ろで一覧を確認することができます。入ってるものは、見ていきましょう。そうです、オーソライズバスター、アックスモード、オーソライズバスターはね、いつ使ってたのこのラインナップなのにって思う方いるかもしれませんが、最初の頃メタルクラスターホッパーで暴走してましたよね。暴走してしまってた時に、このオーソライズバスターを使って振り回したりしてたんで、暴走形態の時も再現できるよということで今回ついてくれているようです。はい、続きましてプログライズホッパーブレード、これはねもちろん皆さん覚えているでしょう。メタルクラスターホッパーを初めてね、このホッパーブレードのおかげで制御できるようになった、なくてはならない、非常にねヒューマギアとの絆の武器
こちらがねしっかりついております。メインで持たせるのはこれが一番なんじゃないかなと思います。そしてアタッシュカリバー、これはねもちろん01いつも使っている武器ですね。こちらついております。続きましてこのクラスターセル、メタルクラスターホッパーがガードしたりとか攻撃したりするときにメタルのカンカンカンみたいなのがいっぱい出てくるじゃないですか、はい、こちらをまさかの商品化ということで、はい、そうなんです。秘伝メタルがしっかり国会商品化されております。そして最後は、RX ね、もちろん必殺の時に使っていますリボルケイン、こちらの方付属しております。これもね中身をしっかり見ていきたいなと思います。ということで、まずね、全7種類紹介させていただきました、外箱の時点でね非常にスタイリッシュになって別の食玩シリーズなんじゃないのっていうぐらいねかっこよく仕上がっておりますが、これをね今から開けてで完成したものをしっかり見ていきたいなと思います。はい、ということで、組み立ての方が全種類完了しましたので一つ一つラインナップね、完成したものを紹介していきたいなと思います、まずは1番仮面ライダーブラック、こちらの方を見ていきたいなと思います。これがダブル X でございますよ。パッと見た感じで食玩っぽくないの分かりますか。すごくよく動くんですよ。完成させてここにポーズつけておいたんですけど、触った感触としては本当に小さくなった SH フィギュアズに近いんじゃないかなと、はい、本当に思うくらいすごく細かく動きます。それをね、今回紹介していきたいなと思います、まずねカラーリングの部分でいきますと基本的にはね、前の部分が中心に塗装されていますので後ろの方背面の方はちょっと、黒かったりこういう風にするんですけど前の方はこういう風にマスクの部分だったり、そしてねこの特徴的な黄色と赤のこのラインの部分もしっかりプリントで塗装されています。やっぱりねこれが総動だったりするとシールですのでねこの部分全部塗装してくれるのはありがたいポイントでございます。そしてね目の部分のメタリックレッド、そしてねキングストーン部分の赤いキラキラとしたメタリックレッド、こちらも綺麗に再現されております。またねこちらブラックのマーク、このね、部分もモールドがねちゃんと彫られていて、造形されている状態で塗装もされているんで非常に劇中っぽくリアルに表現できております。足の部分もね、造形で芝の感じだったりもフィギュアズだったりしっかり再現できるんですけど、この食玩でもしっかりこのねシワの部分が表現できております。これはさすがですね。ということでね、カラーリングの部分だったり造形面を見ましたが改めて、衝動 WX の特徴として、挙げられる可動域のパワーアップ部分、これをね、どんなところがパワーアップしてるのかっていうのも、このブラックで見ていきたいなと思います。首可動はねもともとあるもちろんの状態ではありますが、一つ目の進化ポイント腰なんですよ。今まで腰の可動についてはあったんですけどアーマーの下の部分一箇所だけだったんですよ。けど今回からは二重関節、いわゆるフィギュアズと同じように胸の部分で一つ可動が入ってる、でベルトの前のところでもう一個可動が入ってる、そういうことで本来片方だったらここまでしか動かないなっていう部分がベルト前の部分二つ目の二重関節で前にグッと倒すことができるようになったんですよ。上にもグッと反らせれるようになったんですよ。これはね本当にすごい進化です。実はね私もちょっと衝動シリーズこれやってほしいなって思ってたポイントなんでこれ進化してくれたのめちゃくちゃ嬉しいです。これが追加されたことによってどんなことがメリットなのかっていうのは細かいこうやられた時とか、下を向きながらこう上を見る時とかのこういうポージングの時とかに役に立ったり、仮面ライダーといえばの代表例ライダーキックをする時にお腹をグッと曲げてキックポーズをするんですけど、これが非常にかっこよく決まります。この可動めちゃくちゃ嬉しいんですよ。聞いただけで、あ、そうだな仮面ライダーといえばのこのキックポーズが決まるっていうのはいいなって、そうなんですよ、これ嬉しいポイントでございます。そしてもう一つ可動がパワーアップしたポイントはつま先に可動が追加されました。今までは、もちろんこんなちっちゃいパーツに可動なんてなかったんですが、なんとこういう風に動きます。これでさらに着地性が上がるんですよ。走る直前だったりとかこういう風に足しっかりつけることができるんですよ。なんでここがね動いてくれるっていうの意外とリアリティが上がるとても嬉しいポイントの一つなんですよね。で、触ってみた感想なんですがちょっとこのつま先の部分、たまにポロッと落ちてする時もあるので、皆さん管理する際はちょっとつま先の部分よく注意してあげてください。はい、慎重に扱ってあげるといいと思います。そして、いいポイント、X 時代からねついていたこの股関節の部分の引き出し関節は
もちろん続いております。全ラインナップにしっかりついておりますので、その辺もご安心ください。ブラックはね、基本的に握り手、左右ついておりますが、それ以外にはこのように、開き手だったり、そしてね、ポージングのついたこうなってる手首ですね。その他にも仮面ライダーブラックってやった時のこの手首もついております。右手の武器持ち手があります。ブラックって武器持たないんじゃないのと思う方もいると思いますが、そうなんです、ブラックはね、最終回サタンサーベルを持って、戦っているので、いつか来るであろうシャドームーン、そしてそれに付属するサタンサーベルのためにもこの武器持ち手がついているのかもしれません。期待して、皆さん捨てないように気をつけてください。はい、ということでね、この一番のブラック可動域も一緒に説明させていただきましたが、非常にパワーアップしてるっていうのが分かったでしょうか。はい、ということでね、一番のブラックの紹介以上とさせていただきます。同じく、仮面ライダーブラックが進化した仮面ライダーブラック RX も同じように可動域が進化しております。ということでね、塗装面そして造形面を中心に見ていきましょう。こちらもしっかりね、マスク部分のメタリック、そしてね、ベルト部分のメタリックレッド、そしてイエローも綺麗に塗装されております。体中のこのマットなグリーン、このカラーリングもしっかり塗装で表現されております。太もものパーツは後ろまでしっかり塗装されているようです。つま先の部分、先ほども言った通りのね、可動がしっかりついております。続きまして RX の手首の紹介でございます。今つけている右左、握り手の他には仮面ライダーブラックってやった時のこの手首ですね、ポーズの手首、そして武器持ち手、これはもちろんね、リボル剣を持つための手首で、そしてポーズつけるためのこの開き手ですね、立ってる時に使えるような開き手もついていて、ポージングの開き手、別の開き手もしっかりついております。もちろんね、さっき言った通り RX は基本的必殺技の時にね、リボルケインリボルクラッシュをするので、7番に付属していたこのリボルケインを使うことで、武器を持たせて、このように、リボルケインを持たすポージングをすることもできます。非常にかっこいいですね。オプションパーツも、買うの忘れないようにしてください。ということで2番の RX も以上とさせていただきます。はい、ということで、続きまして仮面ライダークーガマイティフォーム紹介していきたいと思います。こちらもね、ブラック RX 同様しっかり進化した関節が導入されています。ということなんでね、塗装面だったり、造形面だったりを紹介していきたいと思います。もうポージングつける時点でね、非常にクオリティ高いのが分かりますか。かっこいいですよね。まずね、目に入ってすぐ分かるメタリックレッドの綺麗さ、これはすごいんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ光って見えますよね。すごく綺麗に表現されております。マスクの部分もしっかり、目のメタリックレッド、そしてイエネの部分、造形もね、すごく綺麗、クーガのねマスクをしっかり表現できております。クーガのマスクって意外と黄金比でできていて、食玩とか他のフィギュアだったらちょっと似てないなっていうのがあったりするんですよ。けどね、このクーガバッチリです。さすがでございます。そしてアークル部分ね、赤のメタリックが真ん中を輝いております。足の部分のね、このアンクレットだったり膝の部分のイエローもしっかりと塗装されていて、足裏部分ちゃんと封印のマークも造形されております。しっかりつま先からもついていますね。今回ちょっともちじちゃんさんに分かりやすくどれだけ進化したのかなっていうのを見ていただくために、昔ね発売された衝動 VS シリーズの昔のマイティフォームをちょっと見ていただこうかなと思って、実際に手に取って見比べていただこうかなと思います。どれだけすごくなってるんでしょうかっていうのは、こちらが旧衝動のクーガでございます。ちょっと見比べてみてください。どうでしょうか。パッと見だけで色が全然違いますね。全然違うの分かりますか。やっぱ色も違うし、ところどころなんて言うんでしょう、ちゃんとマッシブになってるっていう部分もあると思うんですよ。そう、なんかこれスカスカなのがしっかりそうそうそうね、まあ当時にしてはすごくよくできてたんですが、うん、さらにそれを超えていくという、ね、食玩と思えない。そうなんですよ、これが衝動シリーズの凄さというか進化の部分ですね、実際に見ていただいて分かったかなと思います。もちっちゃんさんが驚いたこのね進化、どうですか。すごいですよね。まず赤のメタリックの進化部分だったりね、顔の造形も非常に今の方がいいです。クオリティ上がっております。またね、ベルト周りの造形の彫りの深さだったり、全体的な体の体格差も本当昔より非常に、マッシブになってるんじゃないかな。そうです。またね、さっきブラックの時にも言っていたこのお腹のところの関節、どれだけ動きに違いが出るか見ていただきましょう。これ旧バージョンですね。旧バージョンはこれがこれぐらいなんですよ。でもこっちはこの状態から
これぐらい曲がるんですよ。すごい。全然違うの分かりますか、うん、ここまで変わっちゃうんですよ。いや本当にね、あのクオリティアップの素晴らしさっていうのはこの部分に出てるんじゃないかなと思います。進化すごいですよね。進化具合を見ていただきました。はい、それではね3番のクーガの紹介は以上とさせていただきます。はい、ということで、4番仮面ライダークーガライジングマイティの紹介に行きたいと思います。こちらね、先ほどと、同じくマイティフォームとの違いっていうのはちょっとねベルトの部分だったりあと右足の部分だったりが違うだけで基本的にはほとんど造形は同じでございますが、やっぱりね基本的にはカラーリング違いなんじゃないのって皆さん思うかもしれませんが見比べてみると結構ね、このライジングマイティのために造形を変えてくれてるところが分かるんじゃないかなってポイントを紹介したいと思います。決して手抜きではないんですよ。まずねカラーリングの違い、金色の部分が追加されてるっていうのはもちろんですが、そうなんですよ、この腕輪の部分分かりますか。普通のクーガマイティフォームは一本線なんですが、ライジングマイティ、まあ、ライジングフォーム特有の、腕輪の部分の二本線の部分しっかり造形変えられています。これはねあの意外と手抜きじゃないねっていうところを伝えておきたいなというポイント。あと手の甲見ていただけますか。普通のマイティフォームには柄がついてないんですがこのライジングマイティにはしっかりねこの古代文字が彫られた造形に変わっているということで、この部分も食感だったら、シールとかで処理されてしまう部分もしっかり再現されております。これはねすごいポイントの一つなんじゃないかなと思います。もちろん、ライジングアークルに進化しているのでベルトの部分も造形が変わっております。また右足にアンクレットが追加されているんでここの造形も新しく作られていますね。ライジングマイティとのね違いはこのようになっております。これ用のためにしっかり作られていて、しかも、最初に言った通りあの総動ではプレミアムバンダイのみでの販売となっていたこのライジングマイティのフィギュアが一般販売で手に入るというチャンス、これは逃さない手はないんじゃないかなと。そうですよね、やっぱプレ版だったら送料だったりもつくんでね。いやこの衝動でライジングマイティの食玩フィギュアゲットするのいいんじゃないかなと、非常におすすめな一品でございます。参考にしてみてください。普通のねマイティフォームとライジングマイティ、基本的にはついてるものは同じなのでまとめて紹介していくと、握り手、開き手、そして右手のみにサムズアップ、そして戦ってる時に構えてる時のこの手首、こちらがしっかりついております。普通のマイティフォームにも同じのがついておりますが、先ほど紹介した通り手の甲の部分にね造形の部分がしっかり古代文字追加されています。ライジングマイティなんで同じように強要することはできませんのでその部分ご注意してください。続きまして仮面ライダー01ライジンホッパーを紹介していきたいなと思います。私ねこれね触って非常に驚きました。スタイルのクオリティ化が高すぎて正直 SH フィギュアーズと変わりがないんですよね。01ってかなりスタイルいいじゃないですか、はい、なんですがそれをしっかり再現しつつフィギュアーズの頃だったらこの今つけてるこの俺だっていう時の手首、あのプレイバリュー的なところで言うとこの01ライジングホッパー買うだけでこのお前を止められるのはただ一人俺だっていうこの手首もまとめて付属してくれてるんでめちゃくちゃ遊べるんですよ。だからねあのフィギュアーツの頃のように手首がバラバラにいろんな商品についてるわけじゃなく一つで全て楽しむことができるっていうのは一つもうすごすぎる点なんじゃないかなと思います。もうこれ一つで完全にゼロワンを楽しむことができるっていうのは嬉しいポイントですね。さあゼロワンのポイント見ていきましょう。上のねこの頭の細い赤いラインこれも塗装でしっかり表現されております。目のメタリックレッド、そしてねイエロー、ゼロワンならではのこの特徴的なイエロー体中しっかり前の方再現されております。またねゼロワンのこのボディだったりとかにある特徴的なハニカム模様、この部分もね造形でしっかり、表現されております。ショートダブル X で追加されたこのね二重関節、お腹の部分の二重関節で01ってダイナミックな動きするじゃないですか、はい、それもこういう風にねバッて避けたりする時のポージングもしっかりすることができます。もちろん引き出し関節なので足もガーンと上がりますね。01もいっぱい大股でキックしたりするんでねこういう風にそれもしっかり再現することができます。またね細かいポイントといえばあの01のこの横のホルダーなんですが動きます。
別パーツで再現されているので、ここポロッと落とさないように注意してください。また、手首の方を紹介していきますと、こちらもね色違いなので、基本的にメタルクラスターホッパーについてるのも同じ内容ですが、最初言った通り、お前を止められるのはただ一人俺だっていう時の手首がそれぞれ付属していて、武器持ち手、そして普通の開き手、立ってる時の開き手、そして握り手、それぞれ付属していて、手首の多さ的には今回のラインナップ01が一番多いです。非常にプレイバリューが高いので、これはおすすめいたします。フィギュアとしては最後のラインナップになりました。6番、仮面ライダー01メタルクラスターホッパー、紹介していきたいなと思います。こちら、個人的に今回の段一番のおすすめなんじゃないかなと、もう開けて触った時にすぐ思いました。顔見てください、これ。もう SH フィギュアと変わりがないんですよ、本当にね。というか本物と変わりないんですよね、ここまで来ると。このメタルクラスターホッパーって結構トゲトゲなデザインしてるじゃないですか、それをしっかり再現しつつ、そして顔もすごく似てます。食顔ではもう、これは信じられないなってぐらい、このクオリティの高さをね見せつけられてます。本当にすごいです、メタルクラスターホッパー。そしてこのシルバーの綺麗さ、大事ですよね。メタルクラスターホッパーは本当にもうシルバーがね命のライダーなんで、これもしっかり再現されております。可動域ももちろん、今までのラインナップ同様に、WX 仕様となっていて、ホルダーの部分もしっかり、そして造形面で言えば、ちゃんとね01ドライバーにメタルクラスターホッパープログライズ機ここについております。そして足の部分までイエローのラインの入った、シルバーのカラーリングもしっかり表現されております。またね、全体的には、シルバーの成型色で再現されておりますが、非常に、綺麗な成型色ですので違和感ありません。バッチリでございます。造形面、そしてね、クオリティの高さで言うと、このメタルクラスターホッパーが一番おすすめなんじゃないかなと個人的には思いました。またね、こちらも武器持ち手もしっかりついておりますので、7番の拡張パーツセットを使うことで、このようにね、ホッパーブレードを持たすことで、かっこいいメタルクラスターホッパー再現することもできます。秘伝メタルですね、こちらも使って劇中みたいにこうパーンパーンっていう風に、後ろがこのようになっているので台座が刺せるようになってるので、浮かばして飾ってあげると非常にかっこよく決まってると思います。画面越しで見てもこれかっこよく決まってますね。非常にかっこいいですね。かっこいい、うん、いいですよ。これはクオリティ高いですよね、造形がここまで本当にもうメタクラマジですごいです。非常におすすめの一品でございます。拡張パーツセット、先ほど紹介させていただいた通り、あとねこちらオーソライズバスターね、しっかりついていますので、こちらも、暴走形態が好きな方は使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、全7種類、紹介させていただきました。もちっちゃんにもちょっと触っていただきましたが、どうでしょう、もちっちゃんさんは、ソードも触ったりしますが、ソードと比べてどうですか、やっぱスタイルもすごくいいの分かりますか、うん、すごい。シールが苦手な方もね非常に多いんで、そのまま遊べる、そうなんですよ、そのポイントはね非常に高いと思うので、シールが難しいなって方も、普通にね高クオリティのフィギュア、まあフィギュア使いたいんだけどちょっと値段が手出しにくいなっていう方はね、ぜひこれで満足できる一品になってるんじゃないかなと個人的には思います。ぜひね、この衝動 WX シリーズ、新シリーズとなった第1弾でございます。今こそ、手に取りやすいタイミングなんじゃないかな、はい、第1弾なんでね、なんせだと思うんで、ぜひここで、仮面ライダー食顔フィギュア、手を出してみるのいいんじゃないかなと思います。これまでね集めてきた方ももちろん、これから集めてみたいなという方もぜひ、チェックしてみてください。こちらの商品は1つ、759円税込みなっておりますので、ぜひね、探しに行ってみてはいかがでしょうか。人気ラインナップによってはねすぐ売り切れたりしてしまうのでちょっと注意が必要です。ちなみに、ワンボックス、私ちょっと店頭で見てみたところ、アソートが1つしかなかったラインナップは、仮面ライダーブラック RX、 そして仮面ライダークーガライジングマイティ、そして仮面ライダーゼロワンメタルクラスターホッパー、そしてこのホッパーブレードとかがついている拡張パーツと、この4種類は1つずつしか入ってませんでした。なんでね欲しい方非常に注意してください、はい、すぐにねやっぱりラソート位置のやつってすぐなくなっちゃうんでね、特に注意してみてはいかがでしょうか。個人的に注意するべきポイントかなって思うのは、やっぱプレ版でしかソードで発売されなかったライジングマイティ、
そして非常にクオリティの高いこのメタルクラスターホッパー、この部分はすぐなくなっちゃうんじゃないかな個人的には予想してるんで、ね、ぜひ気をつけてみてください。はい、ということで、紹介は以上とさせていただきます。久しぶりのねレビューになったんですが、当時の撮影の方がかなり立て込んでおりましたので、ちょっとね皆さんの動画久しぶりにお待たせしてしまったんじゃないかなと思いますが、今回ね動画のこの最後のついでに紹介しておきますと、実はねソードストップモーションジェネレーションズの最終回の中編でリーパーとクーガが戦うというところでフォームチェンジ投票っていうのをしたんですよ。クーガにこのフォームになってほしいのありますかみたいなアンケートをね取らせていただいたんですよ。その時に、まあ、4フォーム、ライジングマイティ、ライジングドラゴン、ライジングペガサス、ライジングタイタンのこの4フォームから1つ選んでくださいという投票をして、投票結果はもうすぐに見ることができるので皆さんご存知かもしれませんが、このね、ソードではある、撮影したのはソードなのでこれではないんですが、このライジングマイティがなんと1位に。そうなんです、さすがにねやっぱライジングマイティかなっていう部分もあってライジングマイティが1位になりました。動画でしっかり報告するのはここが初ですので、実際に使用されるのはソードですがライジングマイティが、この最終回周辺に登場します。非常に、楽しみにしている方も多いと思いますので、ここでご報告させていただきました。ぜひお楽しみにということで、ということでね要は、ソードではないんですがライジングマイティが、劇中でも活躍するので、ぜひこのライジングマイティを持ってね、衝動のライジングマイティでもいいですので、これを持っていただいて動画を楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと思います。ということでね、追加で一つ発表させていただきましたが、もう一つ、追加でねちょっとしたサプライズの発表もありますが、正直この投票した際ねライジングマイティが1位になるのは目に見えてるかなと思ってたんですよ。ちょっと自分でも投票した時ミスったなと思ったんで、実は、内緒でもう一フォームだけ投票の中にいたやつの中でもう一フォームだけ特別に登場しています。これはね、本編見てからのお楽しみですので、ぜひ、楽しみにしていただけたらなと思います。余談も挟ましていただきましたが、これで以上とさせていただきます。もちっちゃん、本日ね、動画の曲ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録サムズアップボタンよろしくお願いいたします。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。チャンネルアイダヒロ公式インスタグラム開設、動画の最新情報はもちろんレビューした商品やイベントや出来事のここでしか見られない撮り下ろし写真をお届けしています。湧いてきたぜ！ぜひフォローお待ちしております。